どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと緊急案件ということで、今ね1月の30日の夜中の2時半ぐらいなんですよね。でちょっとね、ちょうど1時間前ぐらいに、まあ、ちょっとツイッターの方でね、ちょっと情報を得てチャレンジしたんですけども、今ネスレがですね、ネスカフェ商品を買って1万名様に当たる3デイアコーヒーキャンペーンっていうのをねやってるんですよね。これをね先ほど知ってですね、今ねコンビニまで走ってきたんですよね。これどういうキャンペーンかというと、ネスレの対象商品を買うとですね、1万名様にネスカフェバリスタアイのシンプルっていうマシンをねもらえるキャンペーンなんですよね。一応これね1万名様っていう風になっておりますんで、まあ、決して全員ではないんですよね。ですが今ねツイッターの方の情報でいただいて、すごい当たりやすいっていうのをね聞いて、ちょっと私もコンビニダッシュしてきたんですよね。でちょっとね妻をわざわざ起こしてね、ちょっと2人でちょっとダッシュしてきたんですけども、したらですね、まあ私のまあ、アカウントでね、まあ、ネスレの対象商品をコンビニで買って、挑戦したんですよね。一撃で当たりました。でさらにですね、ちょっとお店変えた方がいいのかなと思いまして、まあ、1軒目はセブンイレブン行ったんですよね。で2軒目はちょっとローソンに店変えたんですよね。まあ、両方ともうちんちから、まあ、結構近いんで、まあ、はしごさせていただいて、まあ、そこで購入して、また応募したんですよね。当たりました。ということで、このネスカフェゴールドブレンドバリスタシンプルっていうのはね、我が家に2台来るんですよね。すごいですね。じゃあいくらの商品買ったかっていうと、これね対象商品が一応対象外の商品もねちょっとここら辺に載せておきますけどもっていうのはあるんですけども、まあそれ以外の商品だったら、まあ何でもね応募できるんですよね。でこのキャンペーン自体に応募するのに必要なポイントが30ポイント必要なんですよね。でこれね10ポイント1、10円で1ポイントがもらえるってことなんで、30ポイントから応募できますんで、300円から400円ぐらいの商品を買って応募すると、まあ、これに1回応募できるみたいな感じなんで、まあ、300円以上の商品を買わなきゃいけないんですけども、まあ、それを買うことによってまあ、1回応募できるっていう感じなんですよね。っていうことなんで、まあ、私と妻、まあ、300円ずつの商品を購入して、で30ポイントで応募したら、まあ、2台当たったっていうね、すごいですよね。これね1月の10日からやってるキャンペーンらしいんですけども、どうやら全然ね応募されてないみたいで、すごい当たりやすいらしいんですよね。ですんで、まあ、皆さんねぜひねこれ挑戦していただきたいなと思って、ちょっとねこの夜中に動画をね撮らせていただいてるわけなんですよね。いやこれね凄まじいですよね。まあ私買った商品が、まあ私は400円ぐらいの商品で、まあ妻ローソンに行ってちょっと安い商品があったんで、380円ぐらいだったかな、いい商品を買って、まあ2人ともで応募したわけなんですけども、まあ2人とも当たったわけなんですよね。まあ2台当たってどうすんのっていう感じですよね。まあそれはちょっとご想像にお任せしますけども、まあ、これね2台当たって、まあ、我が家にまあ2台来るわけですよね。まあ1台はね私使いたいなと思ってるんですけども、まあ、1台どうしようかなっていう感じですけどね、まあゴニョゴニョって感じですね。ですのでちょっとねこれまあ1月の30日のこれ今夜中に撮ってるんで、まあこれ動画見ていただく方ね、1月30日にね見ていただく方多いと思うんですけども、まあ、ぜひねチャレンジしていただきたい。相当当たりやすいと思います。でやっぱりね店変えたのはやっぱり正解だったっぽいですね。なんかどうやらね店変えなかったら当たんなかったみたいな話もね聞いておりますんで、もしねご夫婦とかで参戦される場合は、まあ、1軒目はここ2軒目はここみたいな感じでね店を分けるようにねしてくださいね。でこれねお店はどこでもいいんですよ。
ですけども、あの実店舗じゃなきゃダメなんで、まあ、あのコンビニとかね、スーパーマーケットとかで、まあ、そういうところで、まあ、利用していただけたらなと思います。で、最後にですね、これね、結局まあ商品を購入するんですよね、まあ、400円とか500円とか、まあ、そういうレベルなんですけども、まあ、でもね、購入することは購入しなきゃいけないんですよね。ですので、先日私のね動画で紹介させていただいた、メルペイスマート払い、うん、今キャンペーンやってますよね、うん、これでももちろん OK なんです。ですんで、もしねメルペイの、スマート払い設定して支払いしていただくと、50% 返ってきますからねどんだけケチ臭いんだって話ですけどね、まあ、そういう利用方法もできますんで、まあ、ぜひねちょっとこの動画見ていただけたら、参戦していただけたらなと思います。で、あのキャンペーンはね、この動画のね概要欄に、キャンペーンの URL 貼っておきますんで、ぜひねそこから、利用してみていただけたらなと思います。いやこれね、300円か400円ぐらいの商品を買って、バリスタシンプルのマシンがもらえるって、こんなすごいキャンペーン多分ねなかなかないと思うんですよね。あのこのバリスタアイのシンプルっていうこのマシンなんですけども、まあ、メルカリでねちょっと価格大体見たんですけども、2500円から3000円ぐらいで取引されている商品なんですよね、うん、っていうことなんですごいお得ですよね、うん、ですね、まあ、もしね興味がある方はぜひ参戦していただけたらなと思います。今回の動画ねちょっと短くなってしまったんで、ちょっとドタバタな動画でねちょっと見づらいかもしれないんですけども、これねかなりお得なキャンペーンなんで、ぜひあの積極的に狙っていただけたらなと思います。それではね今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。